はい、こんにちは、スワクタカと申します。今回はですね、スパイラルクロノダイバーの歴史紹介になります。今回はサイドあり、エクストラありとなっております。エクストラあるに決まってるよ、バカ野郎。サイドありの、大会構築になっております。これはね、いくつか大会で出てきた構築となってまして、以前の構築と違うところが多々あります。普通に多々あります。もちろん被ってる部分もあるんですけれども。あの時はですね、まだなかったんだっけか、カウンタートラップとかだね。それも含めてね、やっていきたいと思います。じゃあ、早速行きましょうか。クロダイバーリウス3枚、クロダイバーレゼルシップが2枚、クロダイバーレギュレーターが3枚、スパイラルダンディ2枚、スパイラルタフ1枚、スカルマイスター2枚、増殖する G が3枚、サイフレームロードガンマが2枚、サイフレームドライバー1枚、ドロール&ロックバード1枚、ハルルが2枚、モンスター以上で次魔法カード、インスタントフュージョン3枚、クロダイバースタートアップが2枚、墓穴の指名者が3枚、スパイラルリゾートが2枚、ダブルアップチャンス1枚、最後、トラップカード、クロノダイバーフライバック2枚、クロノダイバーレトログラード1枚、大取り物1枚、原生騎士団ジェイドブリガンダインが3枚。次にエクストラ行きましょう。グラビティコントローラー1枚、インクリボー1枚、クロシープ1枚、サイフレームロードラムダ1枚、トロイミアユニコーン1枚、バレルソードドラゴン1枚、クロノダイバーリダン2枚、クロノダイバーパーペテュアが1枚、希望ホープ1枚、希望ホープダブル1枚、希望ホープライトニング1枚、サウザンドアイズサクリファイツ1枚、沼地のドラゴン1枚、召喚師カリグラが、召喚獣カリグラが1枚。ちょっと見にくくなってるの申し訳ないですね。もし見にくいっていう方はちょっと戻して僕の解説というか、カード名で言ってください。はい、一応説明はしてるんで。で、サイドデッキ。無限包容が2枚、精神操作2枚、ライトニングストーム2枚、ハーピーの羽根棒1枚、ノーマテリア2枚、原生命体ニビル3枚、ファンタズメイが2枚、ドロール&ロックバード1枚。ですね。はい。それじゃあやっていきましょう。まずは、メインから。クロノダイバーカードにそんな言うほど、変更はありません。何もないですね、クロノダイバーカードは。一応もう一個新規で出たものも考えたんですけれども、まあそれだったらフライバック、ベゼルシップもう一枚いいかなと思ったので、そんな言うほど劇的に変わるようなカードでもなかったので、まあ、この、1、3、4、5、6、7、8、8枚か。8枚で満足かな。で、スパイラルについてはですね、タフネスを1枚減らしました。で、テラフォーマーズが入ってない、前入ってたっけ？入ってなかったんです。それも抜きました。そんな言うほどスパイラルに依存するのではなくて、フィールドに、枯れたらね、置けたらいいかなっていう感じのものにしているので、この3枚しています。まあまあ十分ですからね、ぶっちゃけ。ぶっちゃけスパイラルダンディももう1枚でいいかなと思っちゃったぐらいなんですけど。で、スカルマイスターが2枚。なぜスカルマイスターにしているのかって言いますと、レベル4というのが一番でかいです。クロノダイバースタートアップが出たおかげで、通常召喚権を他のカードに使うことが大幅に、可能になりました。フィールド上の状況によってね。なので、ここのデッキ、例えば、スカルマイスターとここら辺があった場合だと、スカルマイスター召喚スタートアップで、ここ召喚というのができるようになるので、ここに入れています。また、スカルマイスターは、今の環境だとすごく使えるんですね。例えば、サンダードラゴンだったら、サンダードラゴンフュージョンやサンダードラゴンモンスターに打てます。戦闘機だったら、当然、レイに打てます。ブラックマジシャン、僕が使ってるブラックマジシャンとかだったら、魂のしもべにも打てますでしょうし、他なんでしょうかね。転生炎獣だったら、もちろん何でも出ますね。転生炎獣は。なので、今の環境に非常にマッチしてる。また、攻撃力1700というのはね、非常に強い。で、増殖する G3 枚、サイフレームロード、ガンマが2枚。前3枚だったんですけども、2枚にしました。3枚入れていても、例えばの話なんですが、例えば、例えば、レグレーター召喚効果に相手が G 打つ、サムエフランド、ガンマ打つってなって、まあ、いつもの流れするじゃないですか。で、エンドフェーズにサーチしますよね、サイフレームランド。で、そこで終わりなんですよね。大体使えるとするならば。ほとんどの場合、そこで使えるのは終わりなので、3枚目あっても結局使えないということになるので、2枚で十分かなと思います。もちろん初手に引くようになるのが重要なんだけど、それにしたって、自分フィットのターンで打つならば2枚で十分かなと思うようになったんで。で、相手ターン中に打つとなると、それ、さらに問題で、相手ターン中に打つとなると、もうサイレントドライバーは二度と使えなくなるわけですから、もうデッキに2枚使えないカードが増えるわけですよ。うん、どうしようもなく処理できないカードが増えてしまうので。で、ドロール&ロックバード。これ今ほんと強いですよね。これほんと強いと思う、今。非常にこれ、流行っているというより、重要なカードになっています。なんだったらスカルマイスターがもしくはトラップの1枚ぐらい抜いて、ドロール&ロックバードもう1枚かなと思ってるぐらいです。で、ハルララが2枚。ですね。で、魔法カード。インスタントフュージョン3枚、クロダイバースタートアップ。このカードがね、あるときね、手札から、クロノダイバーカードを SS することができるという点と、このカードを除外して墓地の、
クロノダイバー魔法トラップモンスターをフィールド上に装備させ、フィールド上のエクシーズ、モンスターエクシーズね、クロノダイバーモンスターエクシーズに装備できるというカードを効果を持っていますが、まあまあそれは使わんかな。それはさすがにあんまし使わないと思います。できたらいいかな、ぐらいの感覚で覚えておいた方がいい。だから重要なのが、やはり通常召喚権を他に使いつつ、クロノダイバーを展開できるという点が重要な。で、クロノダイバーハックは使ってません。もうやめました。やはりあれは微妙です。非常に微妙。絶対微妙だと思ってるから、いらないと思ってる。賞味ね。少なくとも今はいらないと思ってる。で、墓の指名者が3枚。なんやかんや言うても、そうそう都合よくね、ガンマを引いてるわけもないし、ウララを引いてるわけでもないので。で、スパイラル、リゾートが2枚。ね、で、ダブルアップチャンス。まあまあ、これは抜けんわな。これは抜けない。これ言うてもこれは抜けない。まあでも、クロノダイバーハック抜いたおかげで、かなりね、引いて困るようなカードは結構なくなった。こことここだけかな。引いたら困るの。クロノダイバーハックあったら、それ3枚になってましたから、あれはね。まあまあまあ、そういう意味じゃ、ダブルアップチャンスを、入れている理由は結構あるの。で、トラップカード、クロノダイバーフライバックが2枚。3枚から2枚にしました、これはね。まあ、サーチできるし、十分かなと。で、クロノダイバーレトログラード。相手のカウン、魔法トラップを無効にするカウンタートラップですね。これは強いですよね。だからまあ、フライバックがある、フライバックまたは、パーペティオンを並べられてる、リランとパーペティオンが並べられてる状況ならフライバック、じゃあ、レトログラードサーチでいいですし、もうそれもないリラン単体ならば、もうぶっちゃけ、ジェードグリアンダイも装備してないよって言うんだったらフライバック。で、大取り物。これも増やしたかったっすよね。これも正直増やしたかった。で、まあ、1枚にしています。大取り物のね、大取り物の、役割は結構増えましたね。クロシープのおかげで、相手フィールド上のモンスターを奪って、なんかリンク2を出すことに、結構このおかげで、柔軟になっていった。まあ、大取り物で奪って、例えば腐ってる増殖数字あたり召喚してクロシープ出して、その後、簡易融合を出せば、墓地のモンスター蘇生できて、さらにエクシーズモンスター使えるよっていう。融合モンスターの。で、ジェイドブリンガン9が3枚。はい、じゃあ、エクストラ行きましょうか。グラビティコントローラー、ここですね。まあ、これはね、前の、クロノダイバー、紋章獣の、ここがね、時も説明しましたよね。いつもの動きね、あれができますよ。で、リンクリボー、サウザンダイズサクリファイスからの変化ですね。あとはまあ、ドローランドロックバードからの変化でもいいかな。まあ、ここをどうするか、かなぁ。まあまあまあ、サクリファイスアニマでもいいかなって気がしてます。リンクリボーじゃなくて。で、クロシープが1枚。これも強いっすよね。このほんと強いと思うわ。かなりこれ柔軟に動けるようなカードの一つになった、クロノダイバーが。で、サイフレームロード、ラムダですね。トロイメアユニコーン、バレルソード、ドラゴンゴーがいいでしょう。まあ、トロイメアユニコーンはどうしても、触れに行けないカードに、まあ、裏側守備とかね。この、表側はもう離弾でなんとかなるっちゃなんとかなるんですけども、裏のやつはどうしようもないので。で、クロノダイバー、リダン、パーピティア、ホープ、ホープダブル、ホープライトニング。で、サウザンダイズ、サクリファイズの街の星をここにですよ。まあ、ここら辺はね。で、サイド。無限法要2枚。ここも、前はサイドに入れてたんですけれども、ここも、サイドじゃないわ。メインに入れていたんですけれども、サイドになっています。理由としましては他に入れたいカードがあったっていうのもそうなんです。が、無限法要は正直あんましね、微妙っちゃ微妙なので、あんま役割が被りすぎてるから。だから無限法要をこっちに入れるんだったら、ハンドウィアス何枚か抜くって感じです。だからまあ、スカルマイスターを入れた感じですよね。スカルマイスターの代わりに多分無限法要が前入ってたって感じです。前の構築は自分のね。で、精神操作。まあまあ、これまで先ほど言ったように黒シープを出すため、あとはランク、レベル4を奪ってランク4を立てるため。で、ライトニングストーム、ハーピーの羽も大きいですね。で、ノーマテリア。どうしても止めたいんですよね。このデッキ、やっぱし、難しいんですよ。大量展開した後にまくり具合が。当たり前だけど、こっちは大量展開しないわけだから。となると、止めるしかないんですけれども、うららも無限法要も、やっぱし、それだけだと止まらない可能性がある。なので、ノーマテリアというのは、ほぼ確実に止まるわけです。まあ、通ればね、通ればだけど、ほぼ確実。ほぼよ、ほぼ。で、だからまあ、ニビルもそうですし、で、ファンタズメイで引き込みに行くって感じですね。まあ、ファンタズメイは特に相性が良くて、ダブルアップチャンスとかサイフェルドライバーを戻せるわけだから。で、ドローランドロックバードが1枚ですね。はい。そんな感じかなまあまあまあ、難しい部類というかね、このデッキはグッドスタッフに近い。
あの、クロノダイバーを。グッドスタッフに近い。ハイビート。昔で言うハイビートとね、現代版グッドスタッフ、グッドスタッフって感じ。まあ、攻撃力の高い、あるいは優秀なカードを採用して、ハンドユアズの優秀なカードを採用して、一枚一枚アドバンテージを取っていく。気がついたらこっちが押してるみたいな。だから昔ながらのこうカード効果を知ってる人、昔ながらの遊戯を知ってる人っていうのは結構こういうデッキにはまるんじゃないかなと思ってます。はい、以上ですね。ワクテカのスパイラルクロノダイバーのデッキ紹介動画でした。ご視聴ありがとうございます。もしよろしければコメント並びに高評価、お願いいたします。バイバイ。